どんな文を見ても怖くなくなる。ここにね、もう西先生の思いが全て詰まってるんじゃないかな。よくできてるね、これ私、日本語分かりません。それでもいいんですか？本当ですか？こんな文ばっかり並べられたら受験生読めないよ。これからはね、もう私からの回答者のこの動画見てで済ませようと思います。6個目、西先生自身は受験生時代どうやって英語を学びましたか？これは参考にならないと思う。ならないんですか？ S とか V とかって予備校講師になってから知った。ちょっと待ってダメだよ、絶対ダメだよ。とにかく読んでた。原書で100冊くらい読めばなんとかなるよ。なんとかなるけど、確かに真似は難しいかもしれないですね。それはね、自分は読むのが好きだったから、はい、で分かんなくても読んでる、楽しかったから読んでたけど、はい、それは莫大に時間かかんじゃない。急に武田チャンネルでもね、英語は原書を100冊読め言えないですよ。いや、それは言えないよ。薄い本だけどね、うん、でも薄い本で物語であっても、はい、何でも魔王ヘンリーレベルであっても、はい、なんか英語で読んでると、それに見せびらかすんじゃない、変な優越感が自分の中でできてきて原書で読んでるぜみたいなって思ってどんどん読んでたのが高校時代。全然参考にならないです、うん、全然使えない。受験生にはね、参考にならなかったんだけど、実は西先生はそんな勉強法をしていたと。ちょっとこれ余談なんですけど、西先生はじゃあ予備校の先生になってから SV とかを学んだ。いざ人に教えなきゃいけないって思った時に、はい、何が一番近道かって考えて、はい、伊藤和夫さんの英文解釈教室とか来た。私勝手にいつもポレポレの話する時、いや西教授先生はね、伊藤和夫先生の影響絶対受けてるんですよって勝手に言ってきたんですよ。 S とか V とかを大事にするっていうのは、うん、伊藤和夫にもうすげー、そこで知った。私もあの伊藤和夫先生のあの英文解釈教室、あれもね、あの大好きな参考書で、ポレポレの後に読んだんですよね。何か同じ香りがするぞと思ったわけですよ、うんうん、まさにそういうことなんですね。そう僕あれで影響を受けてます。ということで、じゃあ次の質問に移らせていただきます。7個目の質問、西先生が認める参考書を英語に限らず何かあれば教えてください。堀木先生の現代文のトレーニング、はい、あれは読んでて楽しかった。堀木先生こちらの現代文のトレーニング、これはなぜいいと思われたんですか？説明が流れてる。割と予備校の先生の参考書って説明がブツブツなことが多いんですよ、はい、その問題を答えるための説明をしていると、はい、そうじゃない感じがあって、もっと古い流れから言うと、新釈現代文ってこういう本があって、はい、初めて見ました、うん、化石だけど近代文学とは何かみたいな話、今入試に出ないんでそんなものはだけど、たった一つのことっていうテーマで、たった一つのことをやっていくことで、まあ、読めるんだよっていうような、はい、あるいは解けるんだよっていうような話を書いてて、超古典ですけど読み物として見てて面白い。後書きを石原千秋が書いてるんだけど、石原千秋さんも初めの教養としての大学受験国語っていうのは面白かったです、はい、どの参考書でもいいんだけど、綺麗なものが好き。まさにポレポレじゃないですか。ポレポレはでも流れは気づかないままやる人が圧倒的に多いと思うんで、流れに気づかないとなかなかポレポレの良さが伝わりにくいというか、気づかないよね。気づきますよ。気づいてちゃんと今ここにいますから、はい、西先生、はい、では残すところ3つの質問に入っていきます。西先生、やっぱり指導経験がもう長い先生ということで、そんな西先生から見た受かる受験生の特徴、何かあったら教えてください。偏差値と違ってこいつ受かるなっていうのは分かるよね、なんとなく。分かります。あるよね、なんかあるよね、はい、あ、こいつ行くかもみたいな、うん、後半に伸びてきてるやつと夏休みぐらいで頭打ちになるやつの違いってあるよね。で、夏休みぐらいで頭打ちになるやつって、連携法が点を取るとこ詰め込んでいくんだよね、うん、でそこで点取り方分かって上がっていくんだけど、そこから本当土台がないから落ちていって、はい、で過去問やった時解けなくても土台のせいだと今更戻れないので、はい、繰り返していって過去問解いても解いても解いてるだけで力はつかない。これが伸びないパターン。やっぱり後になってなかなか芽は出ないんだけど、土台順番にちゃんと作り上げてて、はい、夏ぐらいからスパートかかっていくっていうのがいて、そうすると勢いもつくんだよね。で表情も良くなるんだよねで失敗を怖くなくなるんだよ。失敗が怖いじゃない、そういう子は伸びない。要は失敗したらそこが分かれば次いけるじゃん、失敗したら同じもの間違えなきゃ手に上がるじゃんって、はい、そういうポジティブさっていうものを持てる。だから失敗とかうまくいかないことに対しての心的な態度っていうか、はい、そういうものって結構でかくて、そういう子はやっぱり伸びるよね。これはまさに我々も日々伝えていることなんですけど、今西先生のお話で大事なポイント2つあって、1つは正しい勉強の順番を守っていることですよね、うんうんうん、最初特に英語って単語とか文法の基礎の部分あまり面白くもないし、やっぱそこ時間はかかると、うんうん、でそれやってる時って模試とかでは全然結果って出ないじゃないですか。で例えばさ、共通テストって単語が分かれば公文いらないよね、はい、はっきり言って情報だけだから。問題慣れすれば探すポイント分かるよね。英語力相当なくても8割取れるんですよ。そういう勉強やってる子は初めガーって伸びるけど、うん、もうそこから終わるよね。だからこそ正しい勉強法で基礎をしっかりと固めた、うん、その上に解釈長文をしっかりと積み上げていく、これが正しい勉強法だというと、遠回りには見えるけど、はい、最後はそっちが近いということ、ね、そうなんですよ。ということで、まあ、伸びる人のグラフってこういうグラフをやっぱ描くなっていうのを本当に思っていて、それがやっぱできてる子は受かっていく。こういうグラフを描くし、ここで止まった
った時に全然怖がらない、その心的態度は大事、はい、2つ目がまさにその失敗を恐れない、自分が足りないことがあったらそれに対してじゃあどうしたらいいのかっていう解決策に意識がいく子。授業でよく言ったのは間違いは宝だ、間違えたらそれが分かればそれは間違えなくなるわけじゃないですか。入試に出ることって無限じゃなくて有限個数なのね。有限個数の中の1個減ったっていうことはめっちゃいいじゃん、間違えてよかったじゃん、間違えて1個前行ったじゃんって思えるようにしなさい。間違えてくよくよすることを間違えてラッキー、このことは抑えられると思う、この違いっていうのはでかい。受験界におけるワンピース一つ鍵の大秘宝は間違いということで、間違いは宝。次9個目が、じゃ逆にこの子はなかなかこのまま行くと落ちちゃうぞ、心配だなっていう生徒の特徴はどんな特徴になりますか。真面目な子、真面目な子、真面目すぎる子が多い、いい子っていうかさ、そういう子たちはいろんなことが気になっちゃう、いろんなことが気になっていろんなことがストレスになって、完璧主義だと大雑把に勉強すればいいところを完璧主義でやるから前進まないんですよ。石橋を叩いて石橋を叩いてもう一遍基礎からとかやってると前行かないじゃないですか、はい、ざっくりいけるか、クソ真面目に完璧主義になるかって、完璧主義的で真面目な子っていうのはやっぱり伸び悩みますよ、ね、はい、で真面目だから伸び悩んだ時自分責めるんですよ、こんなに頑張ってるのに伸びないのは自分がなんかいけないんだって、俺なんか人のせいにするからこんな頑張って伸びないってもう試験問題悪いんだよとかさ開き直りやっちゃうんだけど、はい、でも真面目な子はざっくり大雑把にやりができない、真面目やめろよって言われたらどうやったらやめられますかみたいな感じになるじゃないそれをどうしてあげればいいのかはうまく見えないんだけど、ただその真面目な完璧主義者っていうのは行き詰まって伸び悩んで自分を責めてっていう悪循環に陥ってしまうということがあるっていうのは、このせいかってせめて気づいてほしいな。うまくいかないことを永遠と繰り返したってうまくいかないんで、そこは脳の疲労を生むだけなんで。そうすると西先生、例えば単語帳10個覚えるってなった時に8個覚えられるんだけど2個がどうしてもすぐに覚えられないっていう時とかはアプローチを変えるとか、うん、じゃあその2個が使われている辞書とか引いて例文探して、はい、こっちの例文の方が覚えやすいっていう例文を探したっていう手もある。別のこうアプローチ、視点を変えて触れてみることで、うん、最初8個しか覚えられなかったけど、あ、それで10個覚えられたっていう風になっていくわけですね、うん、脳は反復で嫌うからね、はい、だから刺激を好むからちょっと角度を変えるとか、はい、ちょっと開き直るとか、そういうことをやっていった方がいいし、単語だってまあどうしても覚えられない単語を20回30回呪文のような唱えるよりはちょっと違う例文で見てみるとか、はい、いう風にした方が脳は動きやすい。俺ね、ラテン語だかフランス語忘れたのやった時にあって、はい、辞書引くじゃん、これ3回目だなと思うわけよ。ただ辞書に3回目だぞって書いておいたら、はい、次また出てくるんじゃん、はい、3回目だぞって書いたで意味なんだって思うわけよ。でまた引くじゃん、その単語に対して妙な愛着が湧くよ。あ、何回も辞書で引いたりとかしたら痕跡も残していく。痕跡残すのはいいかもね、はい、間違えたらもちろんチェックを入れるとかっていうのは我々はね伝えているところなんですけど、はい、そういった自分が何回もその単語を忘れてたぞ、ここで思い出したぞっていう痕跡はね残してもらえるといいかなと思います。では最後の質問になります。この動画をこんなね長編作になってしまったんですけどごめんね、老人話が長いのよ。いやいやもう長いです、あれ長くないですよ聞きたくて聞いてるだけなんで楽しくなっちゃったよね。私もちょっとテンション高めで失礼しました。ただここまでやっぱ見てくれた子はね、かなり李先生にもね興味を持ってくれてる子だと思うんですが、そんな今見てくれてる視聴者におすすめしたい本とか何かあったりしますか。参考書で言うと、はい、常に今自分は最善のものは最新のものだと思ってるんで、そういうわけで参考書的には今度こういう参考書が出ます。あら、宣伝じゃないですか宣伝させてくださいよ、はい、受験生じゃないんだよ対象は、はい、だから宣伝にならないんだけど、はい、ならないんですか、まあ、まあ大学に合格したら読んでほしいなっていう英文法なんですけども、はい、時制進行とかね、はい、ムード助動詞だけで一冊です、はい、英語使って喋ろうと思うとき一番人間関係に関わってくるのはその分野だと思うんです、まあ、読むには関係詞とかね大事だけども、そこでまあこう言いたいのにこっちの単語を使っちゃったらこう見えちゃうよとか、そういうのいっぱい書いてて、認知文法の方面から書いてるんで受験参考書とはだいぶアングルが違うんですよ、うん、そういう点では今自分が受験勉強で英文法を頑張ってる人は見ると混乱するかもしれないから大学入ってから自分が受験でこうだと思ってることがいやそんな話じゃないんだよって書いてあったりするんで、受験が終わって英語を使いたいとかもう一遍違う角度から英語をもう一遍見直してみたいなとか、うん、という風な人におすすめです。じゃあもうポレポレとかを見てね、西先生の書く本面白い、ストーリーが感じられるぞってね思った子にはぜひね、ぜひ読んでほしい。映画のセリフとかいっぱい取ってきてるし、はい、名言も取ってきてるし、はい、雑談もいっぱい入れてるし、うん、まあ好き放題に書かせてもらった本なんで楽しんでもらえればいいなと思います。ということでまずはね、みんな目の前の受験を乗り切って、受験が終わったらね、はい、これを読むのを楽しみに、はい、英語は楽しいぞということでね、今回は締めくくらせていただければと思います、はい、西先生ありがとうございました。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。